カンドラの醍醐味といえば凝った演出、迫力の演技、そして何といっても巧みなストーリー展開、それを余すことなく味わえるジャンルはズバリサスペンス。深層心理の闇を追求した名作の数々は違和感や不穏さ、時に残虐な演出など、痺れる緊張感で私たちをズブズブに溺れさせ、続きを見ずにはいられない。今回はそんな大人が沼るサスペンス作品をドドンと10作厳選してご紹介。まずはサスペンスといえばこれ、壮絶な復讐劇からいくわよ。被告人エース検事ジョンウがある朝目覚めると、そこは刑務所だった。なんと彼は妻と娘を殺した罪で服役中と知り愕然とする。一体なぜ彼は殺人犯になったのか。記憶を失い死刑囚へと転落した男の逆襲を描いた心震えるリベンジサスペンス。陰謀により陥れられるジョンウを知ってるワイフのチソン様、非道な御曹司をシスターズのオムギジュン様、ジョンウの弁護人を少女時代のユリ様。スリリングな心理戦と熱い人間ドラマを展開するわ。圧倒的なクオリティで最高視聴率 28.3% を記録。溢れる不正愛から真犯人との頭脳戦まで、時に激しく時に繊細に表現したシソン様迫真の演技は必見。さらに勝率ゼロの新人国選弁護人とのデコボコバディや囚人たちとの緻密で痛快な作戦、極めつけはトリッキーな極悪ぶりを見せるオムギジュン様の開演など見どころ満載よ。失った4ヶ月間の記憶に隠された驚愕の真実とは。手に汗握る怒涛のリベンジ劇に興奮が止まらない。被告人は全26話、今表示されているサービスなどで見放題配信。マウス。連続殺人事件をきっかけにタッグを組んだ新人巡査バルムと刑事ムチ。事件が連発する中で過去と現在が複雑に絡み合い、事態は予想もつかぬ方向へと急変していく。過激な描写で19禁となった禁断のクライムサスペンス。明るくまっすぐな町の巡査バルムをバガボンドのイースンギ様、幼い頃サイコパスに両親を殺され復讐を誓う無法刑事ムチを青い海の伝説のイーヒジュン様、実力派ダブル主演の凄まじい演技で2人の過酷な運命を描く。サイコパス殺人鬼が引き起こす殺戮を止められるのは誰なのか。随所に張られた伏線、善と悪が視点によって反転する危うさ、そして次々展開する事件、登場人物全員が何らかの過去や傷を抱え、誰もが怪しく緻密に計算され尽くした高度な脚本と圧巻の演技に中毒者が続出。残酷なシーンに目を奪われがちだけど、サイコパス遺伝子は存在するのかというタブーともいえるテーマに挑戦した意欲作。人間らしさとは何かを問うメッセージが深く心に響くわ。マウスは全40話、 U-NEXT でのみ見放題配信。カイロス。未来を生きる娘を探す父親と過去を生きる母親を探す女性。過去と未来、違う時空を生きる2人が交差できるのは午後10時33分だけ。通話を通してつながった2人がたった1分に運命をかけ、次元を超えて奮闘するサスペンススリラー。誘拐された娘を探すソジンをドクター弁護士のシン・ソンロク様、姿を消した母を探すエリを赤い袖先のイ・セヨン様、ソジンの部下をイテウォンクラスのアン・ボヒョン様、3人が運命の渦に飲み込まれていく。タイムトラベルやミステリー要素をプラスし、疾走感で手に汗握るストーリーに。難しく感じる時系列は未来を青、過去をセピアで画面のトーンを色分け、そしてストーリーの鍵となる時刻10時33分、その実際の時刻に放送が終了したり、2人が出会うシーンが放送されるなど、巧みな演出で次回への期待が高まった視聴者からエンディンググルメなんて呼ばれたドラマなのよ。それほどまで余韻が残る作品を手掛けた監督は天才。カイロスは全32話 Amazon プライム、 Hulu、 Unext、 DTV で見放題配信。悪の花。妻と娘に囲まれ幸せに暮らすヒソンは殺人事件の容疑者という素性を隠していたが、刑事である妻はある事件の捜査から夫の過去に疑念を抱く。愛する夫は殺人犯なのか、愛し合いながら追う側と追われる側に分かれる緊迫のサスペンスロマンス。14年間も理想的な夫を演じてきたヒソンを例のイ・ジュンギ様、殺人家敏腕刑事の妻ジウォンをクリミナルマインドコリアでも共演のムン・チェオン様、2人の神演技で複雑な関係性をリアルに描くわ。ペクさん芸術大賞5部門でノミネート、演出賞受賞の本作。ありがちの無感情なサイコパスではない二面性のある役柄をイ・ジュンギ様が熱演。危機迫るサスペンス展開は予測不能。残酷な現実に果敢に立ち向かった妻と夫に襲いかかる驚愕の展開とどんでん返しは圧巻よ。さらに夫婦愛や家族愛までも描いた緻密な脚本は秀逸の一言。愛を演じる男と危うさまで愛する女、2人の出す答えとは。明らかになった真実とその結末に涙が止まらないわ。悪の花は全16話、Netflix、Unext などで見放題配信。ミストレス。30代になっても定期的に集まる同級生4人組。ある出来事から彼女たちの周辺で異変が起き始め、やがて過去の殺人事件へとつながっていく。誰が誰を何のために殺したのか、彼女たちが抱える秘密と葛藤を描くラブサスペンス。シングルマザーセヨンを太陽を抱く月のハンガイン様、死んだ夫を最古だけど大丈夫のオジョンセ様、セヨンの同級生をクジェイ様、チェ・ヒソ様、シン・ヒョンビン様が務め、甘く危険な香りの女性たちを魅力的に演じる。全ての始まりは死んだはずの夫からの電話。事件の謎を紐解くうちに秘められた愛と憎しみ、そしてこじれた人間関係が明らかに。イギリス大ヒットの同名ドラマが原作で、韓国版はよりミステリアスかつドラマチックにリメイクされているの。ハンガイン様は台本のあまりの面白さに6年ぶりにドラマ復帰を決めたというわ。謎の真相を追ううちに事件に巻き込まれていく女たちの恐怖を描いた官能的な本格サスペンスを味わってみて。ミストレスは全16話、 Amazon プライムでのみ見放題配信。コネクト。驚異的な治癒能力を持つ新人類コネクトであるドンスは、臓器売買組織により片目を奪われる。あろうことかその目は連続殺人犯に移植されていた。奪われたものを取り返すため殺人鬼に立ち向かうクライムサスペンススリラー。目を奪った犯人を探すコネクトドンスを DP のチョン・ヘイン様、サイコパス殺人鬼を応答せよ1988のコ・ギョンピョ様、ドンスの協力者を調査官クギョンイのキム・ヘジュン様。緊迫した攻防戦に大注目よ。終始バイオレンスなシーンが多い本作。不死身であるコネクトの存在を脅かす臓器売買組織、殺人事件を追う刑事、芸術品を作るように殺人を繰り返すサイコパスなど、それぞれが目的のために相手を追いかける様はまるで鬼ごっこ。人と違う不死身の個性でコンプレックスや孤独を経験しながら、コネクトということを受け入れて心を成長していく人間ドラマも見どころの一つ。痛々しくも必死に立ち向かう笑わないチョンヘイン様をみんなも応援しましょう。コネクトは全6話、ディズニープラスでのみ見放題配信。ペーパーハウスコリア。不気味な仮面と真っ赤なジャンプスーツに身を包んだ強盗団による造幣局占拠事件が発生。教授と呼ばれる首謀者は4兆ウォンもの強奪計画を企てるが、天才策略家と個性的な強盗たちの奇想天外な犯罪を描いたクライムサスペンス。強盗団の首謀者教授をヒーラーのユージテ様、強盗団にイカゲームのパクヘス様、悪の花のキムジフン様ほか、新生チョンジョンス様など個性派揃い。警官ウジンを国際市場で会いましょうのキム・ユンジン様が演じ、前代未聞の事件に挑む。世界で話題となったスペインドラマのリメイク版。サスペンス要素により軸足を置き、韓国ならではのテイストをプラスワン。小気味良いテンポでぐいぐい展開する脚本は開封したら最後一気見必至。交渉人ウジンと教授の関係はもちろん、強盗団の人間模様、一筋縄ではいかない人質集団にも目が離せない。オリジナル版とは異なるラスト、本当の大泥棒は誰なのか、教授のメッセージにも注目してほしいわ。ペーパーハウスコリアは全12話、Netflix でのみ見放題配信。ウォッチャー。母の殺害現場を目撃した青年、不正を目撃した刑事、嘘を目撃した検事。15年後、ある事件が発端となり必然のように再会した3人が警察内部の不正捜査チームとなり、権力の実態を暴いていく。真実を求め追求する心理サスペンススリラー。捜査チームを立ち上げる刑事をロマンドクターキムサブのハン・ソッキュ様、信念を持つ警察官を恋はチーズ・イン・ザ・トラップのソ・ガンジュン様、チームの非公式顧問弁護士を地獄が呼んでいるのキム・ヒョンジュ様。緻密な心理戦から3人の葛藤や人間模様を色濃く描いた作品。手に汗握る展開でラストまで何が起こるかわからない脚本。犯罪の裏に描かれる群像劇が最大の魅力。捜査と不正、善と悪の境界線など、様々な立場や視点から正義とは何かを突きつけられるわ。キャスト陣の演技力と巧みなカメラワークも見逃せない。ソ・ガンジュン様の人生ドラマと言わしめた作品で、新たに演技の幅を開花させたと言っても過言ではないわ。ウォッチャーは全16話、Amazon プライム、Unext、DTV などで見放題配信。人間レッスン。学校では優等生、しかし裏の顔は生きるため犯罪に手を染める高校生。ある日、裕福な家庭で育つ女子生徒に秘密を知られてしまい、2人はパートナーとして行動を開始。犯罪によって取り返しがつかなくなってしまうサスペンスヒューマンドラマ。売春斡旋を行う高校生ジスをイテウォンクラスのキム・ドンヒ様、パートナーになるギュリをマウスのパク・ジュヒョン様、若手俳優たちが社会の闇に挑戦しているわ。インターネットや SNS を通じて未成年がお金のために犯罪へ手を出すリアルさを描いた作品。学歴や貧困、将来の不安といった社会問題だけでなく、彼らが今を生きていくため危険な道を進む姿に胸が痛くなるわ。高校生を描いていながら暴力や過激なセリフもあって、韓国では19禁となったほど。刺激的なストーリーとテンポ感がキャスト陣の演技力と相乗効果を生み出し、目が離せない。見て見ぬふりをしてはいけない、私たち大人への警鐘も込められているわ。人間レッスンは全10話、Netflix でのみ見放題配信。ここに来て抱きしめて。警察官ドジンは初恋の人である女優の警護を命じられる。しかし過去に自分の父が彼女の家族を殺害するという事件が起こっていた。儚くも悲しい再会から2人の運命を描くサスペンスロマンス。警察官ドジンを九尾の狐と危険な同居のチャンギヨン様、女優ジェイを初対面だけど愛してますのチンギジュ様、ドジンの父を名バイプレイヤーのホウジュノ様。複雑に絡み合う運命を彼らはどう歩むのか。理由もなく殺人を繰り返す残酷すぎるまでにサイコパスな父親を持ち、殺人犯の家族として世間から非難されながらもひたむきに生きていく。その葛藤や苦悩をこれでもかと体現したチャンギヨン様の神演技に大注目。涙を誘う名シーン。警官制服姿の彼を見たあなたは気づけば沼の底。加害者の息子と被害者の娘、最悪な立場で愛し合った2人の関係はどう救われていくのか、サスペンス要素を全開に盛り込んだ重厚なロマンスを最後まで見届けて、ここに来て抱きしめては全16話、Netflix、Unext、DTV などで見放題配信。いかがだったでしょうか。どれもこれも手に汗握るサスペンスドラマばかり。気になった作品があればコメント欄で教えてちょうだい。ということで今回も局長ゆうやんでございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。アンニョーン。